麦わら帽子をかぶった自画像1782年エリザベートルイーズ・ビジェルブランはフランスの画家18世紀で最も有名な女性画家であった画家ルイ・ビジェの娘としてパリで生まれ親から最初の絵画教育を受けたがガブリエル・フランソワ・ドアヤアン、ジャン・バティスト・グルーズ、クロード・ジョセフ・ベルネほか当時の親たちからの助言の方が彼女のためになった 彼女は10代前半頃には、すでに職業として、肖像画を描いていた。アトリエが無許可営業のため差し押さえられてから、組合のサロンに、彼女の作品を心よく展示してくれた、セール家組合に申し込み、1774年10月25日に、会員になった。1776年に、画家で画商である、ジャンバティスト・ピエール・ルブランと結婚した。 彼女は当時の貴族の多くを肖像画に描き、画家としての経歴を開花させた。マリー・アントワネットの肖像画を描くため、ベルサイユ宮殿に招かれた。王妃は大変喜び、無効数年間、ビジェルブランは王妃や子供たち、王族や家族の肖像画を数多く依頼された。王妃とビジェルブランは画家と王妃を超えた友人関係を築いていたと言われる。 1781年にビジェルブランは、夫と共にフランドルとオランダに旅に出た。フランドルの親の作品がルブランを刺激し、新しい技法を試みさせた。その場所で、ルブランは、後のオランダウイレム一世を含む、数名の貴族たちの肖像画を描いた。モズリンのシュミーズドレスを着たオヒマリー・アントワネット、1783年。 1783年3月31日、ビジェルブランは、フランスの王立絵画彫刻アカデミーの会員に、歴史的グル画家として迎えられた。女性画家、アデライドラ・ビー・ギアールも同じ日に入会が認められた。ビジェルブランの入会は、夫が画商であることを理由にアカデミーを統括する男性たちに反対されたが、結局、マリー・アントワネットが自分の画家の利益になるよう、 夫のレイ16世に相当な圧力をかけたため、彼らの主張は国王の命令により覆された。同日に2名以上の女性の入会が認められたことで、女性と男性メンバーではなく、女性同士が比較されがちになった。王族が逮捕された後、フランス革命の間ビジェルブランはフランスから逃れ、数年間をイタリア、オーストリア、ロシアで暮らし、画家として働いた。 そこでは、貴族の顧客との付き合った経験がまだ役立った。ローマでは、作品が大絶賛され、ローマのセールカアカデミーの会員に選ばれた。ロシアでは、貴族から歓迎され、女帝エカチェリーナ2世の皇族を多数描いた。ロシア滞在中にビジェルブランは、サンクトペテルブルク美術アカデミーの会員になった。革命政府の転覆後の1802年、ビジェルブランはフランスへ戻った。 ヨーロッパ上流階級からの引く手あまたの中、イギリスを訪れ、バイロンを含む、数名のイギリス貴族の肖像画を描いた。ナポレオン・ボナパルトの妹の肖像画も手掛けたが、ナポレオンとの折り合いが悪くなり、1807年に、出国、スイスに赴いて、ジュネーブ芸術促進協会の名誉会員になった。フランスが、王政復古するとルイ18世に手厚く迎えられ、 フランスを安住の地とした。ビジェルブランは1835年と1837年に回想録を出版した。それはロイヤルアカデミーが支配した時代の終わりにおける芸術家の育成について興味深い視点を提供した。1790年にフィレンツェで描かれた自画像。その後もビジェルブランは旺盛な創作活動を続けた。50代で ビルドフランス、イブリーヌ県のルーブシェンヌに家を購入し、1814年の戦争中にその家がプロイセン軍に押収されるまでそこに住んだ。その後彼女は1842年3月30日に没するまでパリ、サンラザール通り界隈に泊まった。ビジェルグランの遺骸はルーブシェンヌへ引き取られ、住み慣れた家の近くの墓地に埋葬された。 エリザベートルイーズ・ビジェルグランの墓姫は、医師、オーン・ファン・ジュルポゼであった。ビジェルグランは18世紀の最も重要な女性芸術家だと考えられている。彼女は660の肖像画と200の風景画を残した、優雅な自画像もよく知られる。個人コレクションに加え、彼女の作品は、ロンドンのナショナルギャラリーのような欧米の主要な美術館で見ることができる。 画家としては名声を博したが、夫は、賭博好きであり、一人娘も長じてから素行が悪かったなど、家庭的には恵まれなかった。ありがとうございます。